皆さんこんばんは、濱家の受け持ちです。今日はこちらの方、レスザンヒューマンの人気モデルネビル H というフレームをご紹介したいと思います。こちらのアイテムなんですけれども、2008年頃からですね、発売開始になったアイテムなんですが、非常に人気が高くてですね、もうすでに入手困難になっているという、そういうアイテムになっています。昨年ですね、レスザンヒューマンの取扱店とレスザンヒューマンでコラボレーションして、オリジナルカラー限定モデルを作ったという、そういう企画ベストというのがあったんですけれども、それの第2弾で今回こちらの方復活したモデルとなっています。実はこちらのカラーですね、私、浜屋とですね、浜屋の私とレスザンヒューマンでコラボレーションしたという、そういうカラーになっています。こちらの方、黒に見える生地なんですけれども、実はですね、ダークグレーという半透明のちょっと濃い生地と、こちらの方のですね、生地の貼り合わせで作ったという、そういうカラーを採用しています。こちらのフレームの特徴なんですけれども、ここにプラスチックパーツが付いているんですが、ちょっとアクセントを作り出しているという、そういうフレームになっています。またこちらの方ですね、この辺りとここでですね、フレームの厚みに変化を持たせているという、ちょっとこだわった作りになったフレームです。また至る所にですね、細かなカッティングが施されて、なかなかこだわりを感じさせるという、そういうフレームになっています。またちょっと面白いのがですね、正面から見るとここのフレームのところとですね、後ろがつながっているように一見見えるんですが、アンダーテンプリになっているという、ちょっと変わったデザインのフレームになっています。実際にかけたところもですね、ご覧いただきましょう。こちらの方をかけると、このような雰囲気を作り出すアイテムになっています。結構キリッとした表情を作り出しますので、なかなかかっこよくかけこなしていただけるアイテムです。またこちらの方のですね、色違いで、こちらの方、ブラウンチェック柄でも作成いたしました。こちらも同様にですね、ダークグレーの生地との貼り合わせになってますので、よく見ると、ブラウンチェック柄が透けて見えるという、そういうフレームになっています。こちらはこのような印象を作り出します。先ほどのフレームと比べてですね、ブラウンや、黄色系、ちょっと明るめの白などが入ってきますので、表情を少し和らげるような明るい表情を作り出すフレームに仕上がっています。本日ご紹介しましたのは、ネビル H という、人気モデルの復刻版となります。どうぞよろしくお願いいたします。本日は以上です。